2019年関東学生アメリカフットボール法政大学と立教大学の対戦です。高田義さんとお届けします。よろしくお願いいたします。はい、もう早くも最終節ではございますが大事な試合になってます。そうですよね。はい、まあね、勝った方がまあ上位に行けそうな感じってなりますから ね、 順位的に ね、 ね、そうですよね。まあ、立教大学の方ね、はい、3勝3敗ということで勝てば4勝3敗、はい、まあ、法政大学の方も勝てば5勝2敗で2位確定かなって感じがするんですけど ね、 そうですね。負けてしまうと同じ立教と同じく立教に負けてしまうと、まあ、4勝3敗で、ね、そうか並んでしまうということなん で、 そ う、 です、ね、そうすると順位が逆になっちゃうのっていうあれもありますからね。ああ、そういうところは、ね、ありますからね。これはどちらも負けられないゲームと、ね、なってきました。カメラ向こう側オレンジのジャージ、法政大学、手前ホワイトのジャージ、立教大学です。あとはもう一つかかっているのは東京ボール出場がね、はい、2位ですと東京ボール出場の可能性が出てきますからね。そういうことですよね。まあ、大事な相手はどうあれ、ね、あ、大事なボールゲームで、ね、かなり盛り上がりますから ね、 そうですよね。ぜひとも出場権をかけたという感じになりますけれども、さて、ただどういう、ね、もう早くも総括的なことになりますが、まさかのね、2敗とは思わなかった。僕なんかもう法政さんね、直で、と思って優勝と思ってたもんですから、だけどどう考えるか、でも攻撃のあれとしてはもうランプレーがもう出まくって、で最後にあの81番の陣選手が取るっていうそのパターンでしたから、そうですけど ね、 ね、形は全部できてるのに、どうしてみたいな感じがね。ただまあね、新体制になってまあ5年目ぐらいになるんですけど、年々その攻撃が点取れなくなってくるっていう感じはね、言わめないんですけどね。それはやはり、まあ、かつてのね、93年ですか、はいはいはい、93年ぐらいまではね、まあ、ハイパーオフェンスを打ってた法政ですからね。そうですよね、まあ、どっからでも点取りいっちゃうぞって、そうでしたね、って感じの攻撃でね、はいはい、楽しいところがあったんですけど、ありました、ありました、今でも見てますもずっと、はい、まあ、新体制になってからはね、ちょっと ね、はい、そうですね、その辺、まあ、相手の関係もあるんでしょうけどね、ね、まあ、それだけリーグ全体のレベルもものすごく上がってるってことなんでしょうね。ですから各チームは力を入れております。法政大学、立教大学がキック、法政大学のレシーブ、特にこの立教さんも物復活してからはね、ものすごく ね、 ね、強くなっておりますから、ちょっと分からないゲームになりそうな感じがあります。横浜スタジアムからお届けをしてまいります。ただまあ普通にあのそのハイパーオフェンスが出れば、まあ、5本ぐらい取って勝ちかなというのは普通は考えるんですけどもね。そうなんですよね。19番30番が走りまくってしまえば、はい、という、まあ、どっちにしても今日は接戦なんじゃないかと思うんですよね。力的には両校さほど変わりはしないと思うので、まあ、おそらくワン・ツー・ディーから10点ぐらいまでの間の差になるのかなって感じがしますけどね。そうですかね。じゃあちょっとね、じっくり皆さんもね、それも楽しんでいただければよろしいかと思いますね。まあ、でもどっちみち第4クォーター勝負になるんじゃないかと思いますね。そうですよね、はい、もうそこをちょっと楽しみにご覧いただければと思いますね。キックオフをキックオフリターンして、返してまいります。リターンね、同じ違うわ、11番かな、今リターナーね、出しております。あ、星野君ではないのかな、小林と、あ、こっちがダーマですかね、小林さつき選手か、11番ですかね、あ、ですかね、11番ではないです ね、 ね、はい、ちょっと横で見えないんですけど、ね、14番ですか ね、 ね、どちらにしてもね、まあまあ、はい、きちんと取れてしまえばというぐらいなダーナーであります、ね、星野君の早稲田戦のね、しょっぱなのキックオフリターンタッチがすごかったですけど ね、 もらったと思いましたからね、あれでね、ですからもうそれを嫌って、でもこっからでもいける、抜ければ惜しかったですね、でもナイスリターンでしたね、すごいところへ持ってきましたって、中山選手ですかね。そうですね、28番のランニングバック登録の中山君です ね、 ね、法政二都市の3年生の選手ですか ね、 ね、拾って打っ
ってもここへということで、まあ、むしろタッチダウンにならなくてね、よかったという感じですね。今日で秋田さんももう簡単にここまで返しまして46ヤードですね。6ヤードからですね。から攻撃できますね。ファーストダウンの攻撃です。3人のバックスの一番後ろに29番のキャリー、そうですね、スランディバックの阿部君のランから入ってきましたね、はい、まあ今 ね、あの3人のバックス入ってましたけどね、ああねこれもいけそうな感じでしたよ、4ヤード前進、そうですね、昔の日本大学やってたクイックパントフォーメーションみたいな感じのぐらいなね感じになってますよね、ショットが大抵ですよ ね、それでまあ外人数の少ない方をねさっと抜いてしまうっていうのがありましたね。セカンドダウン6ヤードの攻撃です。右の C ギャップを気にしながらその奥を狙う7番が、まあ、11番も空いてたようですが、7番のワイドレシーバー糸川君に通しましたね、はい、彼の弟さんは、はい、関西学院で、まあ、1年生なんですけどね、スターティングメンバーで入っているワイドレシーバーですよね。あ、そうなんですね、そのお兄さんが彼ですね、ね、ですからもうアスリートゾロイという感じで糸川さん、 DNA はすごいものを持ってる、ね、そんなことあるんですね、そうなんですね、一人一人はスポーツマンが名前がかっこいいんですね、うん、これがすごいんですよね。またプレーごとにお伝えしてまいりましょう。ファーストダウン30番からの私だ、キープフェイクからの私、29番が抜けていく、ものすごい速さで、30番が入っていながら29番の私、まあね、早くばね29番つけてるんですからね、あのままラッツに持ってきてもらいたかったですけど ね、もう誰が見てもキープかと思うとその裏です。また第1弾相手陣ゴール前6ヤード5ヤードラインです。敵陣5ヤードファーストダウン法政大学ヤード、4番から29への私、あ、ここはよくつけてみましたね、23番ラインバッカー坂口ですかね、今一番強いのね、え、なんかここはね抑え込みましたね、1ヤードのゲインに抑えました。セカンドダウンゴール前4ヤードです。クォーターバック平井正樹選手のクォーターバッキング、セカンドダウン4番がフライを行くのが、あ、ワイターンでキャッチタッチダウン、もう一歩つって内に向いて外行きました。11番のアイドレシーバーの小山ですね、今立ち上げたのは ね、小山翔平選手のキャッチ、マンツーマンでカバーされてたんですけど ね、ワンカットでアウトへ出て、あ、そこで引き離しましたよね、いうことですね、まあ、平井君もいいところでパス投げましたからね、ですね、きちんと第1ドライブを立ち上げに結びつけました。法政大学トライフォーポイント、トライのキックの成功でございます。第1ドライブ、キックリターンを含めてのプレーを続けまして7対0、法政大学オレンジ7点をリードです。まあ、このシリーズは法政大学の方はもう、はい、ファーストシリーズとして練習してきたものなんでしょうね、おそらくね、そういうことですね、まあ、たくさんに、ね、完結したってやつですけどね、いうことですね、まあ、46ヤードというね、いいポジションから攻撃できましたからね、スタートがね、そもそもはね、そういうことですね、やはりいかに初めのポジションが大事かということがね、分かるあれでございました。星野選手をフェイクで29なんて、シリーズでありました。まず第1ドライブ7対0、法政大学リード、得点した法政大学キックオフで再開です。ただ立教大学のもですね、はい、キックオフリターン非常にいいんで、法政大学のここ気をつけないといけないですよね。そうですね、本山選手のキックオフです。だからこう低くして、あ、際どい、あ、タッチバックにはならなかったですね、ならなかったですね、サイドラインを割りました、キックのアウトオーバーのフリーキックアウトオーバーで、どうするかということになりますが、いいところを狙ったんですが、パイロットの手前側でした。なるほど、35ヤード地点からファーストダウン天の攻撃を選びました立教大学です。
武選手を中心にしたものすごいラッシュがありますから、まあ、法政大学でも見どころはもう法政大学のディフェンスが荒武君のランをどうやって止めるかですよ ね、 ねそれねちょっと見どころですよね、うん、もうですから前を厚くして5人ラッシュの裏にショートパスこれ不成功そうですね立教の方も考えてましたよね今はあはははまあね最前列に5人の今ディフェンダーが並びましたからね入りましたよねということは後ろにラインバッカー2人しかいないはずですけどその外はいないですよねあそういうことですね、うん、で浅いところを、ね、狙った、はい、ちょっとタイミングが浅野晋作選手が守っています法政大学浅野晋作かっこいいですね選手の守備戻ってセカンダー点でありますうん、そうですね、荒竹君がレシーバー本部へ出ましたね、モ、ね、ーションしてって渡したの、フェイクですね、ピッチできない、もうそのまま捕まりました、まあ、今の荒竹君に渡すようなふりをしてからの左へのオフショプレーンの展開でしたね、ねこれね、42番、早稲田選手も岡崎翔が押さない選手のタックルですね。じゃないかというぐらいにね、うん、走り活躍していた幼い選手のタックルそうですね、当然このディフェンスラインはそこそこ強いですからねもうね、ちょっと、うん、どうやって割るんでしょうね、これね、まあ、今年の方は後ろへ行けば行くほど弱くなってるって感じですよねいやいやいや上がんないですこれね、どう…あ、サックものすごい一直線に今のはどうなんでしょうね、これ今立教のアサイメントミスですかねあそうなんですかね完全に今ノーマークで言いますよ ね、 そうですね、まあ、左側のね、アウサイドラインバッカーの位置へ、まあ、スウェーデン入ってきてたんですけどね小沢選手がね、一直線にもラインバッカーの選手ですからね、これ ね、 ね外側からのね、ブリッツ QB へ見上げて一直線って感じで、更新できませんでしたのでフォースダウンになりましたあ強い守備のところを見せました法政大学立教大学のパントおお指先で取ったすごいところが阿部選手が指先で取ってリターンをしようとしましたこのチーム1回ずつドライバー終わりました7対0法政大学レッズがリードしていますドライブスタート38ヤード地点ファースト点の攻撃です オービットモーションをかましてからの奥ジンカー奪い合った同時のキャッチキャッチですかちょっと背中で見えなかったんですけどねディフェンダーが取ったようにも見えましたけど ね、 ねこれねあ小山選手かなごめんなさいそうですね本当に取ったようですねファーストダウンを獲得細かいあれが入ってましたんでもうずっとバックフィールドをつい見てしまいますねロングパス成功ファーストダウン30から29からの後ろフェイクのこれキープこれタッチダウンした時みたいな ねジェットスイープのからのリバースフェイクの阿部君のそのままの左側のワンプレーでしたねそうですね誰が持ってもという感じで29番でここまで前進セカンドダウン残りが3ヤードかあこれ1ヤードフェイクからのキープ縦の腰そうですねクォーターバックこう塚本君に変わってますからね、はい、勝本君ですか勝本君に変わってますから ね、 ねオプションプレーできましたねですねそうですね狭い方へのリードオプションですねこれもまたどうしてもバックフィールドを見てしまいますファーストダウンも失礼第1ダウンを獲得しているようですゴール前6ヤードファーストダウン再び相手ゴール前近づきました平井選手のクォーターバッキング見ながら阿部の私背中から1ヤードぐらい足りませんかね、はい、オールスターが本戦に踏んでまいります阿部海人選手の3年生ボールキャリーゴール
前一夜のセカンドダウンです。早くついてのパス、キャッチタッチだ。浅いところで89番キャッチです。89番でしたね、はい、吉田選手でしょうかね。これは19番は吉田君ですね。あ、ですね、はい、1番日大一高出身の4年生の選手ですね。あね、これね、フェイクが入ってから、うん、先輩後輩、先輩後輩へ通したタッチダウンパスですね。そういうことなんですね。2本目のタッチダウン、法政大学。続いてトライフォーポイント、トライの成功でございます。トライの2本目のタッチダウンによりまして、法政大学が10対で起動しております。高橋選手のキックでした。第1クォーターの投入27秒、レシーバー8位は吉田選手のキャッチでした。2本目のタッチダウン、例となっています。多彩な攻撃で隙がない感じですね、ここまでね。まあ、早稲田戦もそうでしたし、明治戦もそうだったんですけどね、まあ、前半はね、非常によくても後半になってガラッと変わるという時がありますからね。負けたゲームっていうのもそうですからね、後半に逆に逆転されてっていうのが多かったですからね。ありますよね。ですから、まあ、緩めずにという感じで、小泉選手のキックオフで開始です。では空中な感じでダウンさせないようにしました。まだと今のは高くて短いキックを蹴りましたよね。なるほどね、このインターン相手の向きをさせないようにというの で、ね、そうですね、18番が飯田選手のリターンだったようです。立教大グラシャーズ、後半2回目のドライブがスタート。14対0、守っていく法政大学リーダー、自身の27ヤード付近ですね。そうですね、立教大学ファーストダウンの攻撃です。あ、テルトしてるから、ね、斜めにセットしてる。私、あ、向こう側も、はい、ここで来ましたね、立教のエースランニングバックの2番の荒谷君のランが来ましたね。でも守備もあの外のエンドのあたりが2人くらい両方とも並んでたから、まあ、どっちに出してもなんかそんなに出ない感じでしたね、今のね。まあね、立教のランが来るって予測すると、ちゃんとね、2番の荒谷君の女にボール持つのが多いですからね。多いですかね。あのね、エンドのあたりを厚くしましたね。5ヤードぐらいでした。セカンドダウン。あ、今度は中です。前が非常に多くなって厚くなっています。12-97だとね、前のボールが持ってますね。ディフェンスで藤田入一、52番山岸達也、51番2年生山本匠です。42番は幼い内閣。サードダウン残り6ヤード。そうですね、これも前がかりになってましたよね。あ、戻ったかな、入りました。あ、外マイクロ、マクロザーノー、粘りました。もう完全に荒竹君マークでラインバッカーは動いてますね。そういうことですね。荒竹君が一歩向けばそちらに動くって感じになってますね。ですね、もうそこは絶対出させない感じになりましたね。なるほど、6ヤード残して更新できずフォースダウンであります。法政大学の守備陣の猛烈さがここでご覧いただけたかと思います。で、どこへ、こちらも、あ、転がしてきた。さっきはこれをもうライギアでも指先で取りましたけれども、これは流しました。今、法政大学リターンの方は30番の星野君が入ってましたよね。そうでしたね、中へ来ればっていうね、もういただきって感じだったんですが、相手もそうはさせないようにしたようです。2回ずつドライブ終わって14対0、法政大学リード。次
間は第1クォーター残り4分37秒です。3回目のドライブがスタート。ここまで2回ともいずれもタッチダウンです。法政大学の第1ダウン29への渡し、ああ選手にカットして入ってきました。流れながら空いてるところを見てきました。5ヤード前進してセカンドダウンです。これも7番の糸川君に取りましたね。アウトのパスです ね、 ですね。これでファーストダウン更新かな。ですね、できてますね。アテイエコスティック7番糸川でファーストダウン。縦も早いけど今の横への動きも早いですから ね、 ね、 こうね、流れてるから遅いわけではないから。第1弾獲得、愛からのもたせ。29番に97タックル、97番中瀬選手がここで止めました。これはノーゲインでセカンダン10の攻撃です。シフトチェンジして、ここでまたクォーターバックが12番の勝本君に変わってます ね、 持たせをやめてピッチか、前を強調してピッチアウト。今の面白いプレーですよ ね、 ねクォーターバックリードオプションでクォーターバックがキープするぞと振りをしてまた、ピッチしましたからね。またピッチね、あれ足止まっちゃいますもんね、あれされたら。32番、まあ、ディフェンスは非常にやりにくいですよ ね、 ねこれはもうラインバッカーの前に横にというので大変です。時計を回したのはサーダンです。サーダン10の攻撃です、うわ重なってきた、不成功ナウツーみたいなやつに。ちょっと今一番ディフェンスが混んでるところで投げてしまいましたよ、ね、そうそうでしたね。さーっと3人がねついてきた方に、奥をガラ空きして3人がねついてきました。フォースダウンであります。強弱をつけたのに、ここは更新させませんでした。フォースダウンです。ちょっと高めに、味方に蹴った方に先に当たっちゃったみたいですね。それで攻守交代です。第3回目のドライブはここで終了。14対0法政大学依然リードです。反則のない、規則違反ですね。罰則のない規則違反ですね。ここからスタートです。立教大学第1ダウンの攻撃です。ちょっと入れたり入れなかったり、突っ込ませました。その裏へキャッチ、こちらも混み合っているところ、81番のキャッチです。そうですね、今右のトリップス体系で右3人左に袖81番が出てたんですけど ね、 あね、彼への滝沢君へのもね、ですけど ね、 ねこれはうまい感じにね、ました、ランアフターもあって、9ヤードの原因ですかね。ですね、これはある種の対抗策として、いいタイミングですよね、一つの答えかもしれませんね。右からのプレッシャー、左が混んでるところでスパッと入れてきました。これぐらい速いとっていう感じですね。セカンドワンの攻撃です。3バックを引きながらってんで持たせるか、抜いてキープ、守備がこれも囲ってきました。はい、そうですね、今荒牧君の絵のフェイク入ってるんですけど ね、 ね、 ねよく引っかかんなかったですね。そうですね、スーッとね壁選手の方に集まってきました。幼い選手などのタックル、
サードダウン更新まで1ヤードです。クォーターバック壁選手が出ていました。さあこのサードダウンショートは見ものですよね。あ、そうですね。これ奥に投げてきますかね。これは不成功。うん、そうですね。まあクォーターバックもね、あの8番のね壁君に変わってますからね。はいはいはい。原選手へのパスでしたが、浅野晋作選手のタックル。フォースダウン1であります。場所的に難しいところですが。ちょっとファーストダウンの更新もできないですね。できないですね。まねえ、力でやってしまうのかと思いましたが、1ヤード残しのフォースダウン。98番のパトン、すごい今のボークが、ちょっと前が詰まりました。阿部選手のリターンでした。ファールマーカーが今、ね、果敢にね阿部君リターンしたんですけど ね、 ね、阿部君がタックルされた先で、そうですね、なんかありましたかね、はい、そうするとこれはレシーブ側の反則になるんですか ね、 ねが多いですよね。そうですね。そうするとまあ下がってからみたいな、ブラインドサイドブロックですか。あ、そんなのが、はあはあ、はあ、なんかこう見えないとこからこうやったっていうやつなんですか。そんなのはね、背後からの不正なブロックとは違うんですかね。ですかね。なんでしょうね。パーソナルファールになっちゃってますね。パーソナルファールですよ ね、 ね、まあ、なんか連結ブロックかと思ったらそうでもないんですかね、はあ、まあ、半分の距離っていうんですかね。11ヤードからスタートになりました法政大学です。立教の方はここをもう法政スリーダウンアウトにしたいですよね。あ、いうことにね、うん、バント系したいですよね。押し込みましたからね。さーっとこっちでスッと始めたり始めなかったりってんで、こう相手を見ながら自分たちも攻撃を変えていきます。3枚出しの中渡し、あ、1対1になった。お、危ない。ログゲイン7ヤードほど前進してファーストダウン、阿部海斗選手のラッシュでした。第1弾獲得。前進して自陣27ヤード第1ダウンの攻撃です。ちょうどベースの上のところだけアンツーカーになってた、あとはみんな人工芝なんですね。芝なんですね、あれね。ちょっとそこはやりづらいわけで、あそこはちょっと滑る時がありますよね。あ、そういうあれなんですね、ですからまあ入れ替えてからということになりました。攻撃が第1クォーター終わって14対0法政大コレッジリード。フィールドを入れ替えて引き続き第2クォーターに入ります。